これより第2クォーターに入ります。広島画面向かって右から左に攻める格好に攻守、その攻撃方向を変わりましてセカンドダウン5に入ります。これはエールズナイスディフェンス。広島はここでオプションプレーを選びました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託す選択プレーですが、ここはランニングバックにピッチし託しました。しかしそれをエールズ8番見事に対応しまして、このランノーゲインとしています。素晴らしいディフェンスを披露しましたのはリードイフォートエールズ8番の渡辺でした。広島大学出身。さあ広島サーダウン5に入ります。これもナイスディフェンス。ここで広島はドロープレー、パスに見せかけたランプレーで相手の裏を突くように中央へランニングバック20番を飛び込ませました。しかしこれをエールズ2番見事に対応しフォースダウンに変えます。素晴らしい対応をしましたのはエールズ4番の信弘でした。クォーターバック兼任のプレイヤーがここで出ております。京都工芸繊維大学出身。広島フォースダウン4パントフォーメーションに変わります。エールズこのボールを自陣40ヤード付近で抑えまして攻守交代とします。さあ攻撃権変わりましてリードイフォートエールズの攻撃になります。エールズ自陣39ヤードからの攻撃ファーストダウン10。これは広島ナイスディフェンス。今度はクォーターバック4番が自らの走力で右オープン展開を図ろうというところでしたが、これは広島94番見事に対応し1ヤードロスに変えています。素晴らしい対応したのは広島94番の斉藤、法政大学出身です。先ほど敦子様ですねメッセージいただいておりました斉藤選手、まずここで一つ大きな仕事を決めています。リードイフォートエールズセカンドダウン11。ここでホイッスイエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエスが投じられますとこれは反則発生を意味します。どちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは定められたタイミングでプレーをしなければいけません。プレー開始前1秒間の静止などさまざまな条件があります。これを守らずプレーを展開しますと5ヤード抜体となります。従いましてエールズセカンドダウン16で試合再開です。エールズセカンドダウン16パス不成功。クォーターバック4番プレイアクションから身構えましてロングパスを投じる構えになりました。ディフェンス見事にカバーしておりましたが18番にパス、18番ワンハンドキャッチ試みましたがしかしパス不成功となっています。結果的にパス失敗でサードダウンに変わります。エールズサードダウン16。さあこの距離は非常に厳しいですが突破できるでしょうか。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック4番パスを投じんと身構え
しかしカバーがいいと判断し、ここでスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。相手タックルをかいくぐるように一気にスピードに乗って右オープン展開し、攻撃権更新としておりますが、ここでイエローフラッグが投じられております。さあこの反則は果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。現在負傷者が発生しているためレフリータイムもタイムアウトも入っております。オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありました地点から10ヤード抜退する形になります。従いまして先ほどのプレーの反則があった地点から下がった格好になりまして、サードダウン4で試合再開となります。エールズサードダウン4、さあここでランプレーで突破を図りました。キャリア34番、タックル受けながら右オープン展開し飛び込みましたが、しかし攻撃権更新にはわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ここは広島のディフェンス陣踏ん張りを見せております。エールズフォースダウン残り1ヤード、ここでホイッスルです。ここでエールズが前半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、個人様のご寄付によりまして、この配信は成り立ちました。非常に感謝申し上げます。この配信叶いましたことによりまして、この会場にお越しいただくことが叶わない遠方地におられる方々、ご病気をお持ちの方々、ご高齢の方々にもアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能になりました。できる限りアメリカンフットボールを多くの方々に、そしてザイアにありますこの X3 のアメリカンフットボールをご覧いただきたいということで実現しましたこの企画、今後も継続したいと思いますので何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。現在の企画は申し込んでおります。この配信の YouTube 説明概要欄にそのショッピング、申し込みの項目となりますショッピングカードございますので、そちらの方をご覧いただき、企画ご賛同叶います内容ありましたらぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。試合再開となります。エールズフォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを取ります。このパントは広島陣28ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島ホークスの攻撃に変わります。岩田様、ナイスディフェンスのメッセージ通り広島ここはディフェンス陣踏ん張りました。攻撃は広島ホークスに変わります。広島自陣28ヤードからファーストダウン10、
ス。クォーターバック下がりましてパスを投じようとしました。しかしそこにエールズ70番殺到し9ビサク、パスを投じる前に仕留めております。見事にこのプレーを潰しましたエールズの70番は、前園です。素晴らしいプレーを見せました。さあ広島セカンダウン10、パス成功。今度は右側に展開しておりましたワイドレシーバー10番にパスを通し、約3ヤードから4ヤードのゲインを果たしております。広島ホークス10番は才木です。関西大学出身。広島ホークスサーダウン5、ボールオン自陣32ヤード。さあここでオプションプレーでいった、ピッチしましたランニング枠20番の突破を図りましたが、これはエールズディフェンス陣踏ん張りましてフォースダウンとなります。共に素晴らしい攻防、そして多くのさまざまな素晴らしい技術が披露されております。素晴らしいブロック、タックルの応酬にも注目ください。広島ホークスフォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。さあエールズリターンに入ります。リターナー17番これをキャッチし解散としましたが、結果的にはエールズ陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードエフォートエールズの攻撃に変わります。ボールオンエールズ陣27ヤードからリードエフォートエールズファーストダウン点で、ここから攻撃が始まります。リードエフォートエールズファーストダウン点。ラニバック34番ハンドオフを託されまして左オフタックルを突破、味方ブロッカーを生かしまして約7ヤードのゲインとしています。キャリア34番は八木、近畿大学出身。ヘールズセカンダウン3、ナイスラン、ファースラン。ナニマク21番ハンドオフから左オープンを展開、相手ディフェンスかわしまして攻撃権更新としています。リードフォートエールズファースラン。見事攻撃権更新を果たしましたのはナニマク21番の東浦でした。桃山学院大学出身。エールズ自陣42ヤードからのファースラン点。今度は左オープンへのランプレーですが、これは広島ナイスディフェンス。ナニバック34番の動きにラインバッカー54番見事に対応しまして、このラン、ノーゲインに変えています。見事対応しましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテンです。
得ず、ここでオフェンスに許される1秒精神前のポジションの変更、シフトを起用し、相手ディフェンスの動きの裏をつかんとしております。ヘイルズセカンドダウン10、今度は中央へのランプレー、ランニングバック21番ハンドオフを託されまして、中央見事に滑り込むようにゲインし、約8ヤードのゲインと変えています。ヘイルズ21番は東浦、桃山学院大学出身。ヘイルズサーダウン2、さあこの中央のランはどうか、これは広島止めます。ヘイルズフォースダウンに変わります。ヘイルズフォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを取る模様です。このパントを絶妙のコントロールで広島陣3ヤード4ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。ナイスパント、さあ広島攻撃を取り返す形になりましたが、自陣4ヤードからの攻撃となります。前半残り時間は26秒となっています。広島ホークスファーストダウン10、中央へのランプレー、密集点つきまして、まずここは確実に時間を消費する構えのようです。ここでホイッスル、ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島ホークス0点リードエフォートエールズ7点、リードエフォートエールズがワンタッチダウンリードする形で前半戦終了です。